カゴ持たなきゃ。カゴで。子供に帰って。子供に帰って。いや本格的なんですね。そうそう。噂には。そう。いやもういいもん。あまたクワガタとかも。そうこれね、お客さんが持ってきて、10匹。おお。10匹。あの誰かあげてって言われたから、あげたいんだけど誰ももらってくれない。その前よりか。もうバージョンアップしてる。バージョンこれ作ったのこの大工さん頼んだの。ね。いやマジで本格的。いやもうちょっといや今日買い物していきましょう。あ分かりました。はい。いやなんか食べてるなんかある。いや僕はそんなないですけど。昔懐かしいのを探してみてください。そうね、うん、ちょっと自分がちょっとまずね、そう、子供のもらったやつ、子供の、いや、こんなのはよく食べてる、これとか、もうむちゃくちゃ懐かしいよ、分かった、気づいた、分かんないっす、もうこれはもうマジ食べよった、いや、もうちょっと1個買ってやるよね、いや、後から持って帰っていい、いや、これ懐かしい、懐かしいでしょ、あー、これも懐かしい。それはね、最近ね、本当お土産でもらったの私が置いただけ。なんかね、こんなものなんかあった場合、うん、ちょっと待ってよ。あ、ビスコもあるやん。あ、ビスコ、これは僕初めて見る。この赤いやつしか、通常ら、これが、うん、もう有名なビスコ。ビスコ。ね、これが、待って、こっちが、もうこれもね、いちご。いちご。うん、これいちごちょっと入れよう。うん、子供以上に興奮してる。そう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 。あと、あ、これもなんか、うわー、ミルクボーロ。これも赤ちゃんがおるところはね。そう。はい、最高やん。最高でしょ。それも買うんですか、うん、買う買う。それも買うんですか、うん、買う買う買う。買うちゅうことは誰が食べるんですか、あ、僕が食べる。こ, れいやこういうイカ焼きとかいい。あー、これもいいね。はい、するめするめ。これちょっと面白くないですか、あ、これいい。何に見えますか、これ、なる、字が見えん。アルトバイゲルンのパッケージに見えません？おお、そうそう。で、見える。よく考えたらアルトチャイマッセンって書いてあるから。うわ、すげえ、これあのソーセージのやつをしてるやつ。アルトバイゲルンとシャウエッセンをなんかこうもじったような。なるほどなるほど。これむちゃくちゃウケる。なるほどなるほど。面白いです。これ面白い。これはいい。ね。はあ、もうこんなもまた。まさに駄菓子ですね。もうヤングドーナツ。そうですよ、あ、これこう楽しいね、あ、これとかもまた、もうまた瓶のつまみ、チーカマ、こんなのがいいんすよ、チーカマ、こんなのとかね、あー、これもいいね、味噌カツ、やっぱビッグカツでしょ、あ、ビッグカツですかね、やっぱそうですね、はい、だからこのビッグカツですね、はい、やっぱビッグカツ、あ、これもいいね、はい、なんかこれが人気なのかな、あー、これももうこれもう何回これをこう食べながら富山のうなぎをこうね思い出しながら食べたらちょっとギャップいいかもしれない、かなり、はい、あ、これまたこっちの裏側もあるわ、そうそう、あ、ちょっとこんなの懐かしいですね、あ、もうこれこれこの画面やろ、めっちゃ懐かしいですね、これこれフィリなんかね、あ、フィリックスガム、フィリックス、うわあ、これもいい、コーラーガムですよ、うん、あ、すいません、懐かしいですよ、うん、いや、これなんか、はい、楽しい、楽しい、うん、うわあ、もう本当本格的やもん、こっち、あ、また言いました、これもうこれでしょ、シュガーレット、ああ、なっちゃう、超懐かしいですね、これとかはいい、はい、すいまねしよったっす、そう、もうこれをこうね、こうね、はい、しよった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 、はい、あ、まあ、またこれも好きやったんよ、このこの画面、オレンジオレンジオレンジ、うん、定番っすね、定番、これはこれこれ指輪のキャンディ、ある指輪のキャンディ、これこう指にこうはめて食べるやつはね、こっちの方がなんか高級なやつ、おお、なんかこっち今コーラ味も出てて、おお、ちょっと指輪のキャンディ、こんな、なんかこう夢がある、男子が憧れてた、食べたいけど恥ずかしくて食べれない、うん、夏休み子供連れてきたら結構楽しめますね、うん、うわー、コーラみたい、いや5円倍、5円、5円とか、こうやったら、高城さんのお小遣いでも買える。子供連れてきて。そうそう。まだ孫いないですけど。そうそう。だからこれを会計お願いします。はい。はい。はい。ありがとう。おやつは300円までですよ。決まっちゃった。超えてませんか？超えてるかもしれません。超えてますか？その時は減らさんといかんですよ。ああ、そうって。決まりがあるって。そう、あとあれですよね、三味線の。そうばや、もう、これも有名な三味線と民謡です。はい、民謡、民謡、民謡の師範であって。民謡の師範なんですか。もう師範であって、先生であって、教室もね。そうです、そうです、ね、最近ね。
もう、頑張ってるよね。すごい声が出るんでしょうね、そしたら。いや、結構恥ずかしがり屋なんですよ。これサービスね。あ、本当ありがたい。じゃあ、あれじゃないですか、うん、あの、君が要は先生に歌ってもらって。君が要は。これもあのうちの YouTube の方でしっかり宣伝しますので。ありがとうございます。これ、木のスプーン持ってきました。まだった、これ取った。はい、はい、はい、どうぞ。はい。残念、超えましたよ、大人。あ、もう決まっとるって。超えましたね。あ、またちょっとまだもうあの、はい、そうしたね。あのもうあれなんかね、これを僕言って逆にね、千円表示置いていくなきね、うん。例えばもし誰か、うん、誰かちょっと僕こうなんか来たお客さんになんかサービスちょこちょこっとしちゃったらいいと思う。あ、本当？うん、それでいい。じゃとりあえずこれこんなに買っていくらなんですか？これで買って。超えたってすごいです。390何倍？1680だから。392円。これだけ買って、これだけ買って。392円。なるほど。それで300円超えたっていう、うん、そうそう、だいたいもう決まりが300円まで決まってるんで。なるほど。で、うん、マスターがちょっとお釣りをそのまま置いていくから、うん、誰かお子さんたちとかそうそう、約600円分、うん、お客さんが楽しんでくださいと。そういうこと。なるほど、なるほど。そんな形でいいですか。どうぞどうぞ。YouTube 見た人が来る可能性ありますからね。YouTube 見ましたね。OK です。本当に今日突然来てから本当ありがとうございますね。けどまさかここまでバージョンアップしてるのは思ってなかったけど、いやこれめっちゃ本格的ですよ、ね、うん、本格的。だからガチャガチャもいろいろ置いてたけど全部ね、あの駄菓子屋さんのにしたの。ほう、僕はあの、うん、ガソリンスタンド屋さんに来たつもり。いや、もうたかれました。これめちゃくちゃいいです。ありがとうございます。いや本当今日突然来てからすいません本当。ありがとうございます。はい、またいい形でちょっとでもこうなんか、うん、あの宣伝ができればと思ってます。はい、今度はマスターがいるときに行きますね。はい、了解了解です。ありがとうございます。もういいです。はい、ありがとうございます。うん、もう本当に。じゃあちょっとこの民謡をですね、うん、ぜひ。確かに。はい。あのぜひぜひ、この美声を。はい。せっかくちょっと揃われてるんで締めてください。うんうん。よかった、いつもです。最後ね、行こうじゃん。最後ね、ピッピ締めるよ。ピッピね。専務、専務はいいですか？いや、いいですか？せーの、ピッピ。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。すごい、いきなり。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。